ははいこんにちはレトスノーです本日は早速3問に入っていきます相続人 A および B が存在し相続開始後 A が非相続人が所有していた財産の一部を売却した場合であっても B は相続の限定承認をすることができるルか×かという問題です 考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。え答えは、これ、ツですね。そもそも限定承認っていうのは、相続人全員が共同して行う必要があるんですね。つまり言い換えると、誰か一人でも単純承認を行ったら、限定承認を行うことがもうできなくなります。そして今回の問題の A の売却行為、問題文で言うと、 A が被相続人が所有していた財産の一部を売却したこの場合ですねこれっていうのは単純承認したとみなされるんですねつまり A が単純承認をしているわけなので B が限定承認を行うことはできませんのでよって誤りになるということですで問題とは関係ないんですけれども相続があったことを知ってから3ヶ月以内に相続の放棄また限定承認 どちらもしない場合っていうのは単純承認とみなされるのでこの点も合わせて覚えておきましょうでは問い2に入ります宅地建物取引業者 A が販売する宅地建物についての販売広告を受託した者はその広告代金債権に関し A が供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有するマルかツかという問題です答えは これですね。営業保証金制度っていうのは、宅建業者と宅地や建物に関する取引をしたお客さんを保護するもんなんですね。つまり、宅建業者と広告に関する取引をしたもの、例えば広告代理店とか印刷業者などですね。この方々は営業保証金から弁済してもらえませんで。今回の問題を見ると、 販売広告を受託したものはその広告代金債権に関しって書いてありますよねこの広告代金債権っていうのは宅地建物の取引に関して生じた債権ではないってことなんですだから営業保証金について弁済を受ける権利はありませんので誤りになるということになります、まあ、これは品質なので絶対得点すべき問題なので絶対解けるようにしておきましょうで問いさです 市町村は都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。丸かツかという問題ですえ。答えはこれ、誤りですね。市町村が都市計画の決定をしようとする場合、あらかじめ都道府県知事に協議をするだけでいいです。同意を得る。ここまではやらなくていいんですね。つまり、今回の問題で言うと、 同意を得ななななければならいないとなっているので、この部分が誤りりとなりますで、このあらかじめっていうのは事前にと言い換えることができますので、市町村は事前に知事に協議をしてくださいよ。それだけで OK ですよっていうことですね。知事の同意までは不要なので、この点注意しておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レドスの小野でした。